Shigamureta. お弁当お弁当! ハンバーグだ。ねえねえ、春巻きと交換しよう。いいけど。やったー！葵、料理上手だよね。女として自信なくすわ。<笑> で、今まで休みたいって思ったの、注射の日くらいだったからさ。でもこうやって友達と遊ぶならたまにはいいかも。うっ。 ダメだからね。ねえ、次は何？ カフェフラックスに行く。あれだよ、ウィンディにある。それはもういいの。誰か一緒に行きたい人いるの？ 違う、ただの勘違い。 大人な雰囲気のカフェだよ。有名なパティシエがプロデュースした店で、スイーツが美味しいんだって。だから違うって。勘違いなの。学校で誰かが話してるのを聞いて美味しそうだなって思っただけで。そういう場所とは知らなかったのよ。 カップル客をターゲットにしてて、店にはそういうお客さんがうじゃうじゃ。風ヶ浦の若い腐女子たちにとってはデートであそこに行くのが
一種のステータスになってるってわけ。本当に知らなかったんだからね。葵と言ってくれば？何を言ってるの？だからそんなつもりで書いたんじゃ。ケーキが一つ800円くらいから、紅茶もだいたいそれくらいだったかな。本場仕込みのミルフィーユが看板メニューなんだけど、すんごい美味しいらしいよ。そっちは一つ1300円ね。これ何？そう。だってそれ書いたの私じゃないもの。私が見つけた時にはもう書いてあったの。私が飛び予想に来た時、部屋で見つけたの。棚の隙間に隠してあったのよ。じゃあこれ、ハバネさんのノートじゃないんだ。ええ、多分前に住んでた子の日記よ。じゃあ、誰かの日記の
の続きにハバネさんが書いたってこと？じゃあ次はこれ、献血。みんなで血を抜きましょう。ふい、最後のは結構きつかったね。なかなかの名作だったね。これでリストは全部クリア？終わってみるとなんかあっけないね。そうだね、遊ぶならまた別の日にすればいいもんね。なんでもない。さてと、お腹空いたしそろそろ帰りますか。大丈夫だって、うちの谷そんなにマメじゃないし。その時は葵も芋づる式だからね。5年ぶりにお母さんのケツキック食らいなさい。今日はありがとう。ハバネさんのおかげですっごい楽しかった。うん、じゃあまた明日ね。